クネズコとスルジャクネジェビッチは、セルビアベオグラード出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションは、ディフェンダー。2003年、パルチザンベオグラードから、パルチザンの実質的なリザーブチームである FK、テレオプティクへ期限付き移籍。その後、2つの国内クラブへ期限付き移籍し、2007から2008シーズンに、パルチザンに復帰してからは、リーグ3連覇。 国内カップに連覇達成に貢献した。2010年、ポーランドのレギアワルシャワへ3年契約で完全一席。2011から2012シーズン途中、ボスニア・ヘルテゴビナの FK ボラズ、バニャルカへ期限付き一席。2012から2013シーズンからは、イスラエルのハポエル・アイロにアッコ FC でプレーし、2013から2014シーズン途中に母国へ戻り、 FK ラドベオグラードの一部残留に貢献した。2014年7月、日本の J リーグビファーレン長崎へ完全移籍。2015年6月末で契約満了により長崎を退団した。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。